チビタベッキアは、イタリア共和国ラツヨ州ローマ県にある都市であり、その周辺地域を含む、人口約5万3000人の基礎自治体。テレニア海に面し、ローマの外交と称される重要な港湾都市である。都市の名は、古代の町を意味する。ローマ県最北西部に位置しており、北に、ビテルボ県のタルクイーニアと隣接する。ィテルボから南東へ約45キロメートル、州都、 首都ローマから西北西に約6 1トルの距離にある。港を中心とした半円状の地域を持つ。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。VT はビテルボ県所属。地域東部にはモンティデッラ・トルファから連なるモンテクッコが標高2 0 0ルを超える丘陵を形成している。マランゴーネ川が地域の南東。 サンタ・マリネ・ラとの境界を流れている。現在のチビタ・ベッキアの町は古代にエトルリア人が暮らしていた場所に建っている。この町にある港は2世紀の初めにトライアヌステイによって整備された。ショープリニュースは107年に記した書簡にセント・ムセリと記している。この名の起源ははっきりしないが皇帝のビラにあった100の部屋と関連づけて説明される。その後、 東ローマ帝国の支配下の拠点取ったが、838年にはイスラム教徒に占領された。その後、教皇領の一部となった。インノケンテウス12世時代の1696年に自由公となった。近代に入ると、ローマの外交として発達した。1848年革命がイタリアに波及して、ローマ共和国が建国された際、 介入したフランスによって1849年にチビタベッキアは占領されている。1859年にはチビタベッキアとローマを結んでイタリア最初の鉄道路線とされるローマチビタベッキア線が建設されている。1870年、この町の強行軍はイタリア王国の将軍2位のビクシオに町を明け渡した。第二次世界大戦中にはチビタベッキアは しばしば爆撃を受け、市民の中から犠牲が出た。ちびたべっき屋は、日本との関わりが深い。1615年には、慶長県王室節団の長谷倉常長がらが、ちびたべっきに上陸した。この縁で、長谷倉常長が出発した地である、宮城県石巻市と、姉妹都市協定を結んでおり、長谷倉の銅像が建立されている。また、日本26世人を記念した。 日本聖巡教者協会がある。1864年に、長谷倉とゆかりのあるチビタベッキアで剣道されたもので、ある。1950年代の再建時に内装を担当した宗教画家、長谷川るかは、チビタベッキアの名誉市民になっている。また、東日本大震災の際には、この園から、チビタベッキアとフェラーリの両者が被災した石巻市に、義援金を送っている。 チビタベッキア港は中部イタリアと地中海の各地を結ぶ交通の結節点となっている。また、漁業も盛んである。このほか、チビタベッキアには二つの火力発電所がある。このうちの一つの燃料を石炭に転換しようとする計画があるが、大気汚染を懸念する市民の反対を受けている。海から見たチビタベッキアミケランジェロ要塞。 セイフランシスコ教会テルメ・タウリーネの浴場の遺跡、チビタベッキア港チビタベッキア駅強行国家時代の1859年、イタリア最初の鉄道の一つである、ローマチビタベッキア線が、ローマとを結んで建設された。現在のピサリボルのローマ線の一部になっている。ローマ港、ポルトディローマとも称される。中部イタリアとサルディニア島、シチリア島、マルタ島、チュニス、 バルセロナなどを結ぶ主要航路の出発点である。多くのフェリーが発着するほか、地中海クルーズ船の拠点となっている。EU による海の高速道路構想において拠点校の一つとされている。ハセクラ・ツネありがとうございます。